衛星画像の例衛星画像とは、地球観測衛星に搭載される、センサの観測データを画像化したものである。なお、観測データの画像化には、地球の時点による誤差を補正する必要があり、画像に利用する光の波長体によって種類がある。インターネットの衛星画像配信では、広域にナチュラルカラー合成画像を使用し、詳細部にトゥルーカラー合成画像を使用する傾向がある。 可視域のバンドを用いて画像化したもの。ディスプレイの RGB に対し、R、可視赤色域、G、可視緑色域、B、可視青色域の割り当てを行う、カラー合成。空気の層が映り込み画像が青っぽくなるものもあるが、衛星を傾けずに、真上から観測すると、航空写真の色合いに近くなる。可視域の3バンドを、 レベル補正して画像化する手順はデジタルカメラの RAW 画像現像に似ている。ただし、可視域のセンサーは反射光を利用しているため、雲の反射率の高さを考慮する必要がある。可視域と近赤外域のバンドを用いて画像化したもの。ディスプレイの RGB に対し、R、近赤外域、G、可視赤色域、B、可視緑色域の割り当てを行う、カラー合成。 植生の部分が赤く表示される。可視域と金赤外域のバンドを用いて画像化したもの。ディスプレイの RGB に対し、R、可視赤色域、G、金赤外域、B、可視緑色域の割り当てを行うカラー合成。植生の部分がトゥルーカラー合成よりも鮮やかに緑色で表示される。植生の部分が自然な色合いのためナチュラルカラーと呼ばれる。 客観的な評価になるため様々な表現方法がある。不可思域のバンドを用いるため一部の色合いはおかしくなるが、アルゴリズムの進化により地表面の色合いはかなり自然に見えるようになった。トゥルーカラー合成以外のカラー合成全てを意味する。蒸気の赤外カラー合成やナチュラルカラー合成も含む。衛星画像は近赤外域など可視域以外の光も観測する。 ことがほとんどなので、それを可視化すると、おのずと、フォールスカラー合成になる。目的に合わせて、センサのデータを組み合わせて、適切と思われる色彩で画像化したもの。人間の見た目とは異なるため、フォールスカラーと呼ばれる。例えば、赤外線とマイクロ波を組み合わせて、緑地を強調表示して、植生状況を知ることができる。単一のバンド、指数化画像などの明暗を、 色の変化で表した画像であり、微妙な値の変化を色の違いとして強調できる。指や熱赤外バンドの表現によく使われる。ありがとうございます。